はい、皆さんこんにちは。ゴルフタットです。多分日本最速最新すぎるゴルフクラブ情報、2021年1月12日版です。先週ですね、エピックマックスのドライバーが、適合ヘッドリスト入りしたというお話をしたのですが、同じ日にですね、フェアウェイウッドとハイブリッドも登録されたので、それについてご紹介します。でですね、これ登録されたのが先週なんで、これ、多分日本最速じゃないんですけど、いかんせんですね、このリストが更新されるのが夜の10時なんで、ちょっとですね、先週もですね、頑張って同じ日に出したんですけど、ちょっとこれまで含めることができなかったので、ちょっと今回ということでご容赦ください。この中のルール、イクイプメント、で、これですね、エクスプローラーイクイプメントということで、これを叩くと、このイクイプメントエクスプローラーに行きます。で、これの使い方はですね、これ意外と簡単なんでやってみてほしいんですけど、例えばですね、エピックマックスにしましょうか。にして、ドライバー先週見たので、フェアウェイウッドいきますよ。で、そうすると、これキャラウェイの当たり前なんで、これ見ますと、これですね。ヘイブンウッドありますね。それからマックスバージョン1見ましょうか。これ見るとですね、こんな感じですね。で、これがですね、アイアンとかフェアウェイウッドは、溝のルールがあるので、2010年の。ここに適合かどうかが書いてある。なので、このデータベースはですね、もともとアイアンのこの溝、太陽のためにできたということですね。これが、MAX バージョン1。バージョン2も登録されてるんですかね。バージョン2も登録されてますね。そして、左と、これですね。これエピックスピードですかね。スピードも、エピックスピードはなんかいろいろありますね。ロフト違いですかね、これ。3番。これ何が違うんですかね。ちょっと見てみましょうかね。これが、15度のやつですね。クラブナンバー3番。で、このマーキング情報は、USGA のやつと一緒ですね。何が違うんですかね、これ。エピックスピード。こっち見てみましょうかね。ロフト18っていうことで、やっぱりね、これロフト別で、登録してありますね。でですね、これ写真がですね、ちょっと手抜きで、これハイブリッドもそうなんですけど、全部同じ写真を使ってますね。なので、これ同じ写真なんですけど、ロフト違いで、全部登録されてるっていうことですね。じゃあですね、SIM も見てみましょうかね。SIM2 で見てみましょうか。SIM2 のフェアウェイウッドで見るとですね、20ぐらい登録されていて、これ SIM2。これ SIM2 ですね。あとは何がありますかね。SIM MAX D っていうのがありますね。SIM MAX D。この2種類ですかね。SIM2 と SIM MAX-D。SIM MAX はないんですかね。とにかくこの20種類が登録されています。これはね、ハイブリッドあるんですかね。ハイブリッドもありますね、SIM は。はい。SIM は MAX レスキューと、それから MAX レスキュー、レフトハンダーもいいですね。SIM2 レスキュー。これは、上級者向けのちょっとスリムなやつなんですかね。SIM2 レスキューと、これがアイアン型っていうんですかね。
ロフト17度だけですよ、これ。そして、マックスレスキューがありますね。でね、これがね、ロフト28度なんで、これは6番なんですかね。で、これ実はね、これ、ロフト31まであって、これ7番まであるんですね。だから、ピンが、7番ですね。ピンが34度まで出したんで、テーラーメイドもですね、まあ、ちょっと対抗してかどうか知らないんですけど、まあ、今回7番まで作ってきたと。ということですね。のサーチーザデータベース。で、これで検索画面に行きます。で、ここでですね、まあ、こうキーワードを入れてですね、例えば SIM2 とかですね。そうすると、今こう、出ましたね、ここで。はい。で、まあ、こんな感じで。まあ、あとはまあ、さっきと一緒ですね。で、これはまあ、31度、19度、22度。ということで、まあ、これ実はですね、このイメージは、全部3番のやつなんですけど。まあ、これもですね、さっきの R&A。これと一緒ですね。はい、これがですね、USGA のやり方。で、まあ、キーワードわかんない場合は、この下で、まあ、例えば、アイアンとかですね。キャラウェイ。でやると、まあ、こんな感じでずらずらっと出てくる。というのが、USGA のやり方です。はい、本日の動画は以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。